皆さんこんにちは。歴史としてですね、歴史家として世界を見るという、そういう視点から何かしらその皆さんに得た情報をですね、お話ししてるんですけども、今回、ウクライナ問題とかね、あるいは中国問題、それからアメリカ問題、こうしたところがさまざまに出てきましてね、特にそのご存知と思うんですけど、ペロシのね、下院が今度もう完全にマッカーシーの方に、つまり共和党に移って主導権が移りましたから、このところでアメリカというものがそこにバイデン政権の窮状というかですね、バイデン政権の本質みたいのがどんどんバレてきてですね、で失礼、1月6日のですね、ご存知のように国会襲撃事件が、彼らにとってはですね、共和党の、あるいは、トランプ潰しの最大の武器としていたものが、そのペロシの娘がですね、すべてのジャーナリストと称している人が入り込んで全部映していたために、それが今どんどん公開されてですね、でことのようにこの張本人の国会襲撃をいかにもその主役がですね、入る前にですね、その国会議事堂の中を案内されているという写真がはっきり出てきましてね、でこれによっても明らかにペロシが言う、その国会こう襲撃事件を演出したということがはっきり分かってきたんですね。でこれはもうアメリカではもう相当問題にされてるんですけども、日本では全く問題にされてないという、ちょっとおかしな状況、これはもう明らかに、メディアのですね、日本のメディアの明らかに左傾化というかね、民主党化しているということと、それからやはりつまり実際にこれの問題によってですね、このほとんど問題が共和党が正義であったということがね、こうはっきりしてきたわけですね。つまり選挙不正っていうのを明らかにするなったし、1月6日の事件がね、完全に民主党主導であったということをね、こう全てが分かってきたわけです。で、こういう場面と、そして一方では中国はですね、もうひどい地方が貧窮化していてですね、これもインターネットを見れば出てくるんですけども、もう道路に通る車をですね、縄を張って止めてですね、何をするかというと運転手からお金をせびるという、全くこれはもうひどい貧窮状態をそのまま示しているわけですね。でこういうこうインターネットの今こう目の当たりにそのニュースを聞くということが見るということができるということは、もちろんそれ自体が一つの小さな問題かもしれませんけれども、全体をですね、生々とこう現実を理解できるわけですね。でそれによってそのいかに中国を捉えるかっていう、そういう小状況から大状況をね、捕まえるっていうことができるわけですね。で、ウクライナ問題というのは、これはもちろん生々しく、今度はこれはメディアが捉えているわけですけれども、それはもう意図的に完全にですね、その中国あるいはアメリカ問題を、つまり今の2つがですね、全くメディアに捉えられてないということは、イコールウクライナとそのロシア問題で全てこの後は隠匿すると、
あとはその話題にさせなくするというそういう意図があるということがよくわかるんですね。ですからこの大きな2つのアメリカと中国の大敗変化というものを、これこそ本当の問題なんですね。なぜかというと、ウクライナとロシアの問題というのは両方ユダヤが入っているんですよ。ですからユダヤというのは常に両方に手を入れて、まあどちらからからもですね、有利に問題を引き出すということをやっているわけで、ですからこれはもうそういうところに注目させて、でいつ終わるかわからないような問題ですよね。簡単に言えば、だからロシア人がそのウクライナの中で、あるいはクリミアもそうですけど、全部そのロシア人がこの存在しているところにロシアが入るという問題だけなんですけれども、単純な領土問題ですよね。はっきり言えばそれを世界の大問題のようにしてですね、まあ、外交のその場面をですね、新聞のその面一面を取っていくというね、そういうことをやってる。これはもう明らかに策略ですよね。ですから問題は、社会主義がこれだけ混乱し、そしてもう理論も現実ももう不可能だったという、その惨憺たるありさまを一方で消すと、それから一方ではですね、民主主義っていうものをこう先端的にやってるつもりであった中アメリカ側で、特に民主党がですね、これだけ不正をやってる、これだけ細工をして、つまり混乱させてるっていう、そのそれ自体を全くメディアが示さないということ自体が、これこそやっぱり米中の問題としてですね、これはもう非常に深刻な問題、つまり共産主義の終焉と民主主義の終焉ですよね、両方がですね両国で行われている、それをメディアが消しているという問題よね。で、まあ、私はですね、まあ、それだけではなくて、まあ、それだけだと、まあ、ある種の見物人なんですけれども、一体どういうその中国がですねこういうことをやってるかっていうことは、まあ、すでに私はサイクロバリスの対決という本で、すでにもう分析してるんですけどね、つまり人口削減を完全にやろうとしてるわけね、中国は。でつまり食糧危機っていうのはもうまあ、マルサスの言うようにですね、まあ、人口はもう幾何学的に増えるけれども、その食料はですね増えないっていう問題をどう対決するかっていう問題で、そのことがですね中国のようなこう社会主義というね制度で、つまり資本主義っていうのは需要と供給の関係でですね、自然にそれに対する対応が資本主義というこの自由な制度の中では対応していくわけですけど、社会主義となると計画経済、あるいは共産党が主導するわけですから、そういう問題っていうのはですね、自然に対応するっていうことはできない。じゃあどうするかっていうと、もうこういう乱暴なね、極めて乱暴な方向で、あるいはこういう暴力的な人の生命を奪うということを平気でやるというね、社会主義の精神なんですよ。社会主義って何か、暴力革命を使うということですからね。で、暴力をいくらでも使えるということをもう習近平は知ってるわけですよ。ですからこれについてのエクスキューズは何もしないでしょ。いくら人が死んでも何も言わないんですよね。で、そういうことはね、つまり共産主義というイデオロギーが人の道徳感を、ま、完全に麻痺させている、そういうことなんですね。ですから彼らのしらっとした顔がこう 全人民あれですね、今回も全人民大会が行われたわけですけれども、全くそのもとを問題にしない、全共産党が党員が集まってですね、一方では多くの人が死んでいく、葬式もできない、葬式さえもちゃんとできないということは、もう地方ではもっとひどい野垂れ死んでいるということがね、
はっきりしているわけです。それを一切話題にしないっていうのは何か、それは共産党というイデオロギーがそういうことを肯定しているからね。だからそのこの共産党の習近平のしらけた顔と一方の現状の齟齬っていうのは、これは共産主義なんですよ。これはもうソ連の時も同じだった。赤い闇というね、あの小説で分かるように、映画でも分かるように、もう完全に人はのたれ死んでるんです。一方でね、だけどモスクワだけは成功した、成功したと言ってたわけ。やっぱりウクライナですよね。まあそういうことをね、あの今回 見ながら、まあ、これもある種のフォルモロジーなんですけど、まあそういう画面を見ながらそれをねこう読んだわけですが、で結局その人口削減っていう一つのテオリーがあれば人は殺してもいいんだというね、そういうこういわゆるイデオロギー優越主義っていうのがね、まさに20世紀の一つの重要な問題であったっていうことですよね。まあそれについては、まあ、皆さんもあのお分かりであると思うんでそれ以上言いませんけれども、それでですね、まあ、ちょっと言えばですね、こう最近ちょっとこう日本滅亡論なんていう、中国に食われるか大国に返り咲くかとか、こういう本が出てね、まあ、誰が書いたなんて言いませんけども、まあ、こういう本を、まあ、私はですからね、まあ、普通のなんかまあ右欄からの評論家が書けばいいんですけど、京都大学の先生ですからね、でこういうものを書かれるとちょっとね、非常に、まあ、ある意味でレベルが低いなっていう感じを、まあ、アカデミーの人がですね、こういうものを書くとそういう感じがまあ非常にするわけですね。でこれも書いてある中で中国をね、まあ、つまり今言った悲惨な状況、それから彼らの理論というのを見てないで、かえってそれを褒めてるんですよね。2030年前後には近い将来アメリカよりも抜いていくって、世界一の経済大学になるとさえ言われていますなんて抜け抜けと書いてるわけね。だからこういう鈍感なですね、こう情報把握っていうのは、日本をこんなに逆に滅亡なんかを言ってるっていうこと自体にも反映してるわけでね。これはまあ単にですね、内閣がこう経済を抑制してるっていうことに対するまあ批判なんですけどね。だからこういう日本の言論界、特に保守がですね、まだまだはっきりと社会主義の脅威、社会主義の嘘というものをね、認識しないで、日本の嘘とかね、日本自体の、あの政府のね、批判ばっかしをやってるという、こういうおかしな状況が出てきてるわけでね。で私はやっぱりそういうこうある種の的を外れたですね論争っていうのは私はしたくないんですね。だから何が今問題なのかっていうことをね、こうはっきりしてですね、でやっぱり日本というものが今世界で最も安定している、最もですね安全だっていうことはもう世界が認めている、これは一体それだけの問題じゃないんですよ。そういうことをやってる社会の状況の豊かさなんですよ、経済の豊かさなんですよ。でそういうことがね、なんかここの問題で人は、日本人はもう韓国の人あの月給は安いみたいなことばっかり言ってるような批判はするべきじゃないんですよ。韓国はもっとインフラから含めてですね、社会全体がそれを総生産っていうのを作る、の数字を作るわけで、それなんか入ってないんですよ。日本の安全性が全然その経済に何も入って指標に入ってないんですよ。そして同時にですね、日本の在り方っていうのは、これは次の時間にやりますけれども、数字に出てこない豊かさがあるんですよ。それをね、言えないようじゃ経済じゃないんですね。ですからそういうことも含めてね、日本の学者のですね、やっぱりレベルの低さっていうか、あるいは
的外れっていうかですね、それはやっぱり歴史っていうものを知らないからだろうと思うね。で、まあ、そういう問題をね、あれは日本国史学会はというか、まあ、私は提起していきたいと思うんですね。で最後にちょっとね、今そこにいる矢野先生とそれから、まあ、岡島先生、これ弁護士の方と3人で日本国史学会に送る憲法草案を作ろうとしているんですけども、その問題の一つにですね、天皇をどういうふうに定義するかっていう、まあ、今は象徴っていうことを言ってますけどね、私たちはね、まあ、私はまあ、この前もちょっと皆さんに読み上げたんで、あれはまあ草案なんですけどね。で今回もう今度岡島さんが6月 の, この大会にですね、まあ、私の3人の、まあ、あれを発表されるわけですけれども、そこで最後のこの前の会で提案したのは、天皇を私はね、国父っていう名前がいいんじゃないかということを言ったわけですね。で国父っていうとね、すぐに孫文とかさ、毛沢東とかさ、さんなんて言ったらあれですけどね、そういう失礼ですけどね、まあ、一応そういうことでね、一般化してるんですね、国父っていうのは。で私は全部国父のこれまでのね、まあ、引用をした研究したんですけども、ほとんど父という言葉は必ずですね、子と父の血がつながってるわけですね。だから世界のね、国父なんていう名前をつけて呼ぶ人たちの名前が人々が、例えば場合によってはね、これスターリンでさえも国父だって言われてるわけですね。でこういう古代ローマの、まあ、皇帝もそうですけれども、この国父っていう名前で永久にそれの名前が維持できるような人じゃないんですね、ほとんどが。ですから、まあ、まあその問題っていうのはちょっともうあんまり別の問題としてお話ししていますけれども、要するに国父っていう血のつながったっていうところでは日本の天皇以外ないんですね。つまり父というのは完全にそのいわゆる家族がたくさん連合して、それが結合したのが日本の民族であるということを象徴するのは国父がいいんじゃないかということをね、こうまあ長というよりもいいんじゃない、いいのではないかというね、そういう提案をしたわけですが、日本以外はほとんどその本来の父の概念を捉えてないんです。ただなんとなくその家族の父というような印象操作だけでやってるわけだね、考えてるわけです。それが法律の言葉にもなってるし、憲法にも使われてるとなるとですね、やはりそれはまあそういうものは憲法に必ず書かれているわけじゃないんですけど、国父という名前でね呼ばれている人がそうであるとすると、やはり日本の天皇ほどね、それにふさわしい人ではないんじゃないかということを考えるわけですね。まあ、それは一つ検討事項として、これからもまあ、6月にですね、その結論が出ると思います。まあ、そういうことで私の挨拶をこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。